はい、皆さんこんばんは。9月3日月曜日、しゃべくりまっしろ第410回目の時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、サンホールまっしろ においてですね、1時半からですね、まっしろ現代美術フェスティバル主催によりますまっしろのね、潜水路シンポジウムを開催されました。で、第1部、公演、第2部シンポジウムという形で、今日潜水路 あのお持ちのですね、武家屋敷にお住まいの方々に大勢来ていただきましてですね、こういう新風準備を盛り上げていただきました。これはね、あの11月16、17、18日に行われるあの第41回全国町並みゼミ、生の松代善光寺大会のプレゼミなんですね。まあ、こういったものもですね、私どもと連携しながら、やったという形です。そんな今日は松代でございました。今日はですね、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町の竹山町にですね、道山神社近くなんですけれども、喫茶ギャラリーゾアンをやっておられる、お店の店主のですね、町田明彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、松田さんに来ていただいたのは、自宅のギャラリーで、ね、特別企画展を8月8日から19日までやるという形でですね、はい、まあ、そういったお話を、この内容をですね、ちょっと聞いて、やっていければいいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、ゾーアンさんのですね、場所なんかをちょっと確認してもらいますね。今現在ここに、町歩きセンターがありますが、はい。ここからですね、西の方へ行きますと、ここに、宮坂水道の小町ですね、信号が一つありますね。これを道山神社の方へ降りて、こういう大きな参道があるんですね。で、道山神社の手前の十字路、これをね、南の方を降りていっていただきますと、ここにございます。はい、ゾーンさんいますね。いろいろと、展示もやりながら喫茶もやるという形ですね。はい、はい、じゃあそんな形で今日はですね、お聞きしたいと思います。で、最初にですね、開業してこれって何年経つんですか？15年目ですか。はい、はい、きっかけってどうですか。まず今までどこにお住まいだったんですか？箱清水だったんですね。うん、長野市ね、箱清水。はい、はい、で、どういうきっかけは、どういうあれですか？実はあのうち、まあ、今日親父の話しますけども、親父が生前に松代にあの人力車、ありますね、信濃の国、はいはい、松代湾の運営してる人力車が好きで、はい、何度かまあ長野から乗りに来てて、うん、で、まあ、松代を気に入ったと、はいはい、松代へ住みたいという気持ちになって、ほんで人力車の方にたまたま今住んでるところ、うん、あの紹介していただいて、うん、それでまあそこの場所を見たりしたら、うんうん、自分も、うんうん、ちょっと脱サラして喫茶店やりたいなって、無謀なスタートです。前の職業で何やってたの？前あの NTT で、まあ、全然関係ないじゃない、はい、サラリーマンでした。恐ろしいねだけどそれ自分であの、まあ、引っ越すよって言ってお父さんに言われて、じゃあ俺もじゃあここでやってみるかみたいな話で軽いタッチでこうやってやってる。そうです、うん、なんとか細々と、うん、でも楽しみながらやってます。でも実際にやるときって喫茶店だけっていう風な感じだったんですか？あれ、まあお店見ると喫茶店となんかこういうような、ギャラリーっていうかね、僕も絵とか書をちょっとやったりするのだから、うん、一般の人たちが展示してくれる場所、うん、そういうのってなかなかないんですよね、うん、プロの方が多いんですけど、だから気軽に展示できないかなと、はい、そこへまあコーヒーでもね、飲んでいただくコーナーも設ければいいかなっていうのが発想でしたね。なるほどね。もう最初からそういうような、まあ、間で打ち立てる前からそういう発想がね、いろいろと練ったあれだと思うけど、だからもう建てる時からそういう設計をしましたね。あ、なるほどね。まあ実際にあの今ね、コーヒーあれ出してるギャラリーなんかやって展示させる、で奥さんなんかパン屋さんやって、
パン焼いてるっていうじゃないですかね、はい、まあお客さんにパン食べに来たりしながら、まあ、それも楽しみの一つっていう、ね、そうですね、あの展示してるのをコーヒー飲みながらパン食べながらちょっとおしゃべりしながらっていうのがいい雰囲気になっていると思います。理想は追求されたってことかな。そうですね、うん、そういうことね、まあ、あのサラリーマン時代よりは大変かもしれないけど、うん、まあ気持ち的にはゆとり持ってこう、うん、過ごしてるかな、うん、でもあの近辺でいいじゃないですかね。私も大好きなんですよ、あのね、雰囲気的にはすごくいい場所だなって思いますね、はい、で今回はあのなんかお父さんの亡くなられた遺品の中からどうのこうのっていうお話をちょっと聞いたんですけど、その内容的なものをちょっとお話ししてもらっていいですか。はい、父はですね、うん、昨年の3月、まあ、満で92で、うん、まあ、亡くなったわけですけども、はい、まあ、大往生というかね、うん、畳の上で死にたいって言ってて、あ、そうですか、畳の上で死んだから、うん、まあ、本望かなと思いますけども、やはり亡くなった後っていうのは、うん、遺品の整理っていうかね、いろいろはあります、うん、で、その中で、うん、段ボール箱ね、はい、ちょっとこれぐらいの、これぐらいの深さのが2つ、はい、ちょっとありまして、中広げたら、はい、戦争時代のもの、うん、っていうか、特に慰問の手紙ですね、うん、そんなようなのが出てきまして、はい、ちょっとあるっていうのは聞いてたんですけども、実際にこう見たり詳しく手に取ってみるってことはできなかったんですけども、で父もなかなか戦争の話っていうのはね、したがらなかったから、そんで改めてこう見た時に、まあいい資料っちゃ失礼なんだけども、まあこれからの平和を考えていく上での資料となればねいいかなと思いまして、ちょっと遺品の整理イコール、うん、僕もさっき言ったようにギャラリーやってるから、うん、展示する場所っていうのはあるから、はいはい、皆さんに見ていただければいいかなと思って、うん、開催することを決めましたけども、どのくらいの日数ですか、その企画してこうやってやろうかなみたいな整理しながらって、うん、1年って言えばちょっとオーバーかもしれないけど、うん、手紙をこう読み解くっていうか、昔のそれで字も達筆が多いもんで、なかなか自分のものにするっていう時間がかかっちゃったんですね。だから翻訳するのが一番時間がかかったかな。なるほどね。こちらのあれはあれですね、お父さんの。はい、うちの親父の20歳頃だと思うんですけども、海軍の主計係っていう、なんか総務だとか、そんなような係について、南方のパプアニューギニア、そこへ、行きました。ただマラリアっていう病気にかかっちゃって、今でもね、で、まあ、戦争の終わる前の19年の7月頃、帰郷したっていう形で、まあ、たまたま命がね、そこで助かったっていう感じなんですけど、マラリアでだいぶやられたっていうのは聞いてました。そうですか。今回はこれ、こういう企画、これはちょっとどういうあれだかちょっと説明してもらっていいですか。はい、これは展示した時の風景っていうのも写真撮ってありますけども、はい、やはりこういう日の丸に、これは多分上官だったと思いますけども、上官の方に書いていただいたものですね。あとここには慰問ブックだとか、ちょっと遺品みたいのを飾りました。こういうのもこれあれですか、自分で加工して作るんですか。この展示の仕方はちょっとね苦労しました。ね、こういうケースがたまたま手に入れたりして、うん、やはり直接触るのはねちょっとあれでしたから、ここへ本物の、まあ、展示して、はい、それでこちらへ翻訳したのっていう感じですね。なるほどね。あともこれもそうですね、これみんながこうやって寄せ書きをして、まあ無事を祈るというかね、そういうので
親父がいただいてますけども、誰からいただいた旗かっていうのはちょっと詳しく聞いてないんですよ。ただ細かく見ると、南方へ行く町田君へとか、そういうのが書いてあるもんだから、まあ親父が南方の方へ戦いに行くんだなっていう時に書いていただいたというものですね。あと一つ紹介したいのはこちらにあるのが、これになります、はい、これはどういうあれでしょう。これはですね、うちの兄貴から、まあ親父宛てに来た手紙なんですね、で中身は、あんまり大したことはないんですけども、やはり昔のことですから、ここに検閲済みっていうのがあるんです、でこのお兄さんっていうのは今98で健在なんですけども、この展示の時も見に来てくれました、それでやはりこういうふうに検閲されないと手紙も出せれなかったっていうのが ありますので、やはりこういう時代があったんだっていうのを見ていただきたいなと思います。あと余談になりますけども、ちょっと翻訳したところに、うちの親父がね、どうも泳げなかったらしいんですよ。そうです。ほんでね、裏の川でね、水泳でも練習しとけと、日本も戦いで、いざって時に泳げないと困るよっていうようなのが書いてあるんですよね。そうですか。だから兄貴として弟への心配っていうかね、そこまで戦地行っててもそういうことを考えたっていうことだね。だから初めてこれを見て、うちの親父泳げなかったんだそうですか。親父を思い出すこともできましたね。これの他に、今あれですね、こちらの方にもこれが本屋、あれだね、古い。そうです、これが実際に慰問袋に入っていて、慰問文っていうかね、昔は15にいる、主に生徒たちだと思いますし、展示した雰囲気では今で言えば中学3年生か高校1年生ぐらい の、生徒さんたちが、兵隊さんに、頑張ってほしいと、なんか激励文みたいなのを打ってる、そんで体に気をつけてやってくれと、私たちは日本15のところで、生活を楽しんでると、この楽しみも兵隊さんたちのおかげですっていうようなので、頑張ってほしいっていうのが主に書かれてますね。いくつかありますね。でもこれなんか見ると、なんていうの？ご有志。ご有志って書いてますね。これは、慰問だね。ご慰問って書いてあるね。なかなか読めないんだよね。読めないね、これも。そうですね。昔の人にしてみればいい字だったからね、これなんかすごいじゃないですか、海軍の将兵様へって書いてあるね。ですから多分南方だけでなくてね、満州だとかあっちへも行かれた方いると思いますけども、この生徒さんたちは海軍さんの兵隊さんへ書きなさいっていうような意味合いが多分先生たちから言われたんだと思いますね。激励文というか励まし文というか、そんな形ですね。あともう一つ持ってきていただいたのは、これはどういうあれですか。これはね、慰問ブックっていうもので、これはちょっと普通にはないっちゃ失礼なんだけど、結構一冊の本に生徒さんたちがまとめて、それで送ってくれてあるんですね。この一冊のと、生徒さんなんだね。そうですね。これだいぶ、ちょっと古いもので、ちょっとあれなので、これコピーしていただいたやつっていう形だね。こういう形になる。そうなんで、こういう形になりますね。最初の方は兵隊さんへの感謝の言葉みたいの書いてありますね。これなんか1年、第1学年の積みなんて書いてあります。こういう形になる。やっぱ皇軍
少子化前とかそうだ、ね、あとはだんだん日本の様子、生活ぶりを、あの日記にしたのだとか、歌を読んだのとか、あの後で出てきますけど書道みたいなのとか、和歌もありますね、はい、あ、まあ、こういう塗り絵みたいなのもありますね。そうだね、なんか昭和の時代を思い出すようになりますね、はいはい、ちょっと面白いっていうかね、はい、絵にしてみると、あと面白い、こういうのもありますね、これね、これはあの、これは大和だ、立派な書だと思いますけど、書く言葉っていうのはやっぱこういう言葉になっちゃうんだね、ね、そういうことだね、うん、もう実際こういうあのやってみて、和田さんとしてればどうですか、今までこういうのやってみて、今回初めてやるんでしょうし、ね、僕はあの今月64になるけども、はい、やっぱ戦争を知らない世代ですよ ね、 そうですね、あのこういうのを読むことによって、うん、あの苦労されてる、うん、あの兵隊さんだけでなくて内地にいた守ってた人たちも、うん、その苦しんだっていうか苦労してると、はいはい、いう、そして最後の時を迎えていかなきゃいけないっていう、うん、そういうのを、うん、あの経験してない身でありながらもこういうのを読むと感じ取れるから、うん、一つの資料として残したいっていうのが一つ、うん、それと逆に今の時代を見つめ直すっていうか、はい、今のいろんな国会ですね、ありますよね、本当に戦争が終わったんだけど、うん、始まりそうな雰囲気を作っていくものを自分たち自身が歴史を作ると思うんですよね、だからそういう意味ではぜひこういうのを見ながら現代の平和っていうのも問い直した方がいいんじゃないかなと思ってやりましたね、うん、まあ、あのこれからもいろいろとまだ全部が全部解読されてないっていうのがあるんですね、はい、少しはまた時間見てあれですか、はい、展示みたいなことをやる予定でいますか、来年もね、あの8月の終戦記念日を挟んで、はい、ちょっと企画したいなと思います。あ、そうですか、中にはあの楽しいのも、はい、兵隊さんたちが演劇集会をやった時のプログラムだとか、はい、そういうのもちょっと出てきましたので、あ、そうですか、また次回もやりたいと思います。わかりました、はい、じゃあ、まあ、あのいろいろと解読していただいて、はい、皆さんに分かるようにね、あのやっていただければありがたいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、三田さん、はい、私もね、堂安さんにね、うん、何回かお伺いしてね、お世話になったんだけど、うん、いつも素晴らしい、その展示、うん、いろんなものをね、展示してね、素晴らしい、今回も素晴らしいじゃないですか。そう、ね、ね、いや、これ貴重な資料だね。そうそう、いや、本当すごい、三田さんも見てきたの。見てきました、ね、見てきた、素晴らしかったでしょ、ね、こういうのあんまりないからね、なくさないようにするにはどうするかっていうのも、ね、ね、素晴らしい、これ、ダンボールにこれいっぱい入ったらね、鑑定団出したら1億円ぐらいになっちゃうんで、ああ無理でしょうな、それは無理だよ、まあ無理かな、無理だと思うね、1000万ぐらいになるかもしれない、ね、後でじゃあ出してみよう、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、皆さんお知らせは、あ、来週、はい、お知らせがちょっとないからね、ないから、はい、わかりました、はい、お知らせ9月10日、はい、はい、楽しい、楽しい、ちぎり、ちぎりで、ね、ちぎり、ね、ちぎりの、はい、私ですね、水野さんですね、はい、はい、でこの水野さんなんですけども、うん、豊洲側の方で、女性の方だよね、そうなんですよ、女性の方なんですよ、はい、ちぎれ教室を、ね、主催されてるんですよ、うん、でね、ちぎれって知ってます、知ってるでしょ、ちぎってですよ、そうそう、ちぎってね、和紙をね、ちぎってね、うん、それでこう、あ、ちゃん、いや、あのおつまみじゃねえから、食べや、ずっと今度食べてみる、宮瀬川さんだったら、うん、いや、ちょっと俺はね、紙よりはお刺身の方がいいな、そうか、うん、はい、ということで、皆さん何を忘れるんですかね、そう、で、ちぎりでね、その和紙をちぎって、うん、でいろんな色のちぎ、あの、なんだ、和紙をちぎって、うん、それで下絵を描いておくんですよね、紙に下絵を描いておいて、そこにいろんな紙をこう貼り合わせてってね、素晴らしい作品にする、 そうです、それをね、地域の皆さんに教えてるんですよ、うん、で、教えるとともに自分でも作ったりしてるんでね、で、それでその、素晴らしい、私は見ましたよ、うん、何枚か見るよね、じゃあ今度は次回来るときは持ってきて、何十枚で持ってくる、
うん、素晴らしい、ね、作品を持ってきてもらったりね、それでね、その作ったものを、いろんなところで、ね、展示してるんですよ。これなんかね、いろいろこう展示した新聞載ってましたけど、そう、まあ、特にはね、毎年はその郵便局にね、展示してると。いうことで、ね、皆さん、地域の皆さんにはね、いやー、素晴らしいって言ってるのは結構ね、生徒さんも増えてるみたいですよ。あ、そうですか。素晴らしい。ぜひ、やっぱりね、紹介してもらったら。切り絵と違ってね、その柔らかみがあるんだね。ピッとくっ切るんじゃなくて、ちぎってるじゃないですか。ファンファンファンっていう、そのイメージが良くてね。来週楽しみですよ。あ、そうですね。わかりました。ということで、はい。じゃあ、来週は水野さん。そうですね。はい。いただきます。それでは、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。お願いいたします。しゃべくり松代、また見てね。